はい、ということで今週も始まりましたハイチのダラダラジオ。今日はですね、今大阪のホテルで撮っております。しかも朝、珍しいですね。ちょうど22日なんで、同じ投稿してる日の早朝でもないか9時20分に撮ってるんですけど、これからいとこが結婚式があるんですよね。なので結婚式、今これ撮って編集してスーツに着替えて結婚式行ってこようかなと思うんですけど、いとこですね、3人兄弟で、一番上のお姉ちゃんが今回結婚するんですね。で、弟くん2人が昨日15年ぶりぐらいかなに会って、で結構仲良くしてたんですよ。お家泊まらせてもらって、お兄ちゃんお兄ちゃんって言ってね、よく遊んでたんで、自分が大学の時に。その時以来だけど、すごいいい男になっててね、今でもすごい、こうなんだろう、15年ぶりとは思えないぐらいのね、仲良くしてくれて幸せだった、楽しかったぜなんでね、これから結婚式行ってきます。で、今日テーマはですね、嫌いの反対は何っていう話をしていきます。で、これは自分が、生きていく上で、生きやすくする、自分をさ、生きやすくする方法ってすごく大事だと思うんですよ。やっぱりいいことばっかじゃないし、人生なんて。みんなも多分5月さ、4月5月って結構しんどい時期じゃないですか、新しい学校とか始まってね。その中で息苦しさってものすごく感じると思うし、生きていくのが嫌だなって思う瞬間もあったりすると思うんです。で、私も結構それが多い人間なんですね。でも、その生きにくい中で生きやすい考え方っていうのは自分で見つけていっていいよねっていうのが基本的なスタンスにあって、その中で大事にしてるのが今回の話ね、嫌いの反対で、もし学校のテストで嫌いの反対は何でしょう、対義語だね、何って言われたら、まあ好きですよね。でも自分のことを考えた時に、まあみんながさ、自分のこと嫌いですか好きですかって言った時にはもちろん分かれると思うんだけど、どっちかというとっていうと、やっぱり学生の時って嫌いの方に行く方が多いんです、自分のことを。特にうちの生徒とかすごくそうだったのね。まあ俺もそうだったし。で、その今もね、私は自己肯定感があんまり高くないから、どっちかというとちょっと嫌いにこう流されやすいんです。で、嫌いの反対が好きっていう、自分のことだよ、自分のことを考えた時に嫌いの反対が好きって持ってっちゃうと、私すごく辛くなっちゃうんですよ。で、どういうことかっていうと、嫌いでいない方がいいな、つまり好きにならなきゃなって思っちゃうんです、自分のことを。ただ自分のことを好きでいるって結構難しくないですか。私ね、これがなかなか難しい。今でも、いや、難しいな。今でも37だと難しい。だから、もちろんね、今この現時点でそれができる方もいるだろうけど、で、どういう風に考えるとね、俺の中で楽になったかっていうと、嫌いの反対は嫌いじゃないなんですよ。嫌いじゃない。そう。これが俺にとってすごく大切にしてる考え方です。つまり、自分を嫌いって思って生きていたくはないんです。私、そう、嫌いと思いながら生きていくのは辛い。辛かったから、すごく。だから、そうは痛くない。じゃあ、好きでいなきゃって思ったんだけど、それができなかった。で、苦しんでた。なので、落としどころとしては、じゃあ自分を嫌いじゃなきゃいいじゃんって。嫌いじゃないと、好きは多分イコールではないよね。ないけど、自分のことは別に、まあ、好きとまでは言えないけどさ、嫌いじゃないよ。っていう風に言えたら、それでも十分なんじゃないかなって俺は普段思ってるんです。で、なんかそれをね、今回急に話したくなってテーマにしました。で、どういう風に、まあ、使うかっていうと、これ多分ちょっと前にダラダラショーだったっけな、ちょっとボイシーが忘れちゃったんですけど、話したことがあって、自分を好きになるために行動する、例えば何かを選択するときに、これをやったら自分を好きになれるなっていうチョイスをするのってちょっと難しいんですよね。でも、これをやったら自分のことが嫌いになっちゃうなっていう選択肢を避けていったら、それがイコール、まあ嫌いじゃないよっていう風になると思ってるんです。人生なんて選択の連続じゃないですか。今回じゃあ俺のこの結婚式も参列するかしないかっていう選択はもちろんあったしね。で、ちっちゃいとこで言うと、例えば、街中でゴミが落ちてますって。で、まあ、すぐにね、ゴミ箱がこうある状況じゃなかったら難しいかもしれんけど、気づいたのに、それを拾うか拾わないかってなったら、俺、拾わないって選択しちゃうと、後々引きずるんですよ。拾わなかった自分、なんであの時拾わなかったんだろうとかね、結構思っちゃう人間なので、それが自分にとっての嫌いの方に流れやすい。だからそれを選択しない。つまり拾う方っていう、に選択するとかね。で、まあ、毎日食べるものとかもそうじゃん。今日さ、夜ね、昨日これ良くなかったけど、昨日私
ホテル着いたの結構遅くて、夜あの群馬出たのが遅かったんでね。そうで着いたの遅かったんだけど、あどうしようご飯どうしようどうしようどうしようって言ってプリングルス食べちゃったのよ。そうでもね、このプリングルスを買う時も夜に食べたら自己嫌悪になるって、いや分かってる分かってるけど、でも今回はいろんなことを加味して大丈夫、食べてもその後に調整するからへこまない、うんいいよっていう風に言えたから選んでいくとか、だから常にそのこうじゃなきゃいけないっていう選択をしていこうってするとさ、辛くなる。ちょっとまたこうさ、強制力が発揮するとやっぱ辛くなるじゃん。だからなんかこうなんか なんだろう、伸びしろじゃねえや余白じゃないけど、そういったものは残してよくって、自分の中である程度自由は聞かせていいと思ってるの、いいんだけども、考え方としては自分のことを嫌いにならないように日々選択していきたいなって。そうしていくとね、たまになんだけどちょっと好きかもなとか、まあ、好きかもなまでいかなくても、自分のことをああ頑張れてるかもなみたいな、自分にねぎらいの言葉をかけてあげたりとか、ポジティブな言葉をかけてあげるっていうところにつながってくると思うので、時間はかかる、時間はかかるけど、でもこれはね、自分がやっていく中ですごく良かったなって思う考え方だし、生き方だったのね。まあ37年、まあそれを考えたのはもちろん20代前半とかだから、まあ15、6年ぐらいかな、こういった考え方をと付き合いながらさ、生きてきてるんだけど、なんかそれって難しいけど、自分のことを好きって思うよりはハードルが全然低いんじゃないかなって思ってるからね。なので、まあ、みんなもさ、自分のことが好きか嫌いかとか、まあ、いろんな考えで、ね、まあ、あんまりポジティブな言葉かけてあげられない子も多いんじゃないかなと思うの。特にダラダラジオを聞いてくれてる方はね、結構そういう方も多いんじゃないかなと勝手に思っていて、だから自分のどうしてもこう自分に嫌気がさしたりとか、ダメ出しをしてしまう時とか、まあ、普段の生きてる時もそうだけど、そういう風に嫌いにならない、自分のことは嫌いじゃないよっていう風に言ってあげる生き方ぐらいでいいよって、別にね好きになんなくてもいいんだよっていうのはなんか伝えたくて今回ねこの話をさせてもらいました。はい、ということで今週もねここまでお付き合いいただきありがとうございました。さあ今週1週間もねお互い頑張っていきましょう。まず私久しぶりに会ういとこをこうねドレス姿を見て、多分話もできると思うんでね、話すのもすごい久々だからちょっと緊張するんだけど、ひとまず祝ってきます。はい、すごいね大阪天気良くてよかったよ。ちょっと暑いぐらいだけど、なのでいつかっていうか、まあ、実際さ去年か10年ぐらい前に動画見てくれてた方がね、結婚してねドレス姿送ってくれたんよ、メールに。そういうのがあったりするんだけど、これからきっと増える気がする。まあ今これ聞いてくれてる方はみんながね何歳かわからないけど、あと10年俺この活動もし頑張れて20周年までいったらさ、そういった方も増えてくるんじゃないかな。いつかもしかしたらあれよ、うちの子が今度動画見始めましたなんてこともねないかな。頑張るよ、頑張るからさ、なんかそういうのワクワクすんだよねそれ叶ったらさ、自分またねぎらえそうじゃん、俺の場合だったら。なんかそんなちっちゃなワクワクをいっぱい、ワクワクの種みたいなのをね作って今週も頑張っていきます。お互い頑張りましょう。ではね、また来週も何か喋っていきますんで、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。それでは今週1週間が皆さんにとって良き1週間になることを心より願っております。また来週お会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。